ラリンコナダ市街ラリンコナダは、ペリューの都市、アンデス山脈にある金鉱山の町である。標高5100メートルの地点に位置し、世界で最も高所にある高級的な居住地である。かつては小さな金の炭鉱キャンプだったものが、2001年から2009年の間に金の価格が235%上昇したため、2009年には人口は3万人にまで増加した。 人口はさらに増加傾向にあり、2016年には5万人がこの町に暮らしている。ラリンコナダは、ペリューの南東部、プーの県産アントニオデプティナ郡のアナネア地区に属する。この町は、標高5100メートルの地点に位置し、ラベリア・ターミンテ氷河のふもとに存在する。ラリンコナダで成功した交付は、低い高度と行政サービスを求めて、振り明かしに家を構えることが多い。 アンデスの高地に位置するため、ラリンコナダは、高山気候の特徴を持ち、欠片の気候区分においては、ツンドラ気候に属する。最短月の平均気温は、樹木の生育できる目安である摂氏10度を下回っている。樹木限界の上にある都市として、ラリンコナダは、最も標高が高く人口の多い都市であり、同様に、樹木限界の上にある、 セロでパスコしよりも700メートルほど標高が高い。極端に標高が高いため、ラ・リンコナダは赤道にほど近い難易14度に位置するにもかかわらず、気候はどこよりもグリーンランドの西海岸に類似している。この町には雨季である夏と乾燥した冬が存在するが、年間を通して昼は冷涼または寒く、夜は氷点を下回っており、また降雪も一般的である。 ラリンコナダの年間平均気温は摂氏1.2度で年間平均降水量は707ミ、mm、リメートルである。ラリンコナダの経済は主に近くの金鉱山から手掘りで算出される金に基づいている。多くの交付はアナネアコーポレーションが所有する金鉱で働いている。彼らはキャショー利オと呼ばれるシステムの下で30日間は無給で働き31日目に 彼らの肩に乗せられるだけの功績を掘り出すことができる。ただしその功績に金が含まれているかは、運次第である。金塊や金の多く含まれた功績をポケットに入れることは、黙認されている。こうした労働システムは、全時代的なものであるが、一攫千金のチャンスは、あるため、近代的な労働、給与体経営の改革に、現地の労働者は強く反対していた。女性は、 鉱山内への立ち入りを許されていないが、パラクイラスと呼ばれる彼女たちがダンプの積み下ろした鉱石のそばで働く姿を見ることができる。ダンプから下ろされた鉱災に含まれるわずかな金を探すためである。ラリンコナダに最も近い空港はフリアカのインカマンコカパック国際空港である。ラリンコナダの街には配管や衛生設備が欠けている。 公共サービスがほとんど行われておらず、ゴミの収集や下水処理も行われていないため、環境は汚染されている。地元の甲府は鉱石を粉砕して水銀で処理し、その塊を布へ押し付けてろ過することによって鉱石を精錬し、ここで得られたアマルガムを加熱して水銀を除去する。この水銀汚染は深刻なもので、住民の飲料水も水銀で汚染されている。 ありがとうございます。